ビバーファッション、ビバーファッション。今回もあのモテるおじさま、ムタさんが一緒に、はい、参加されています。イエーイ、かっこいい。ということで今回のテーマをお座りください。はい、はい、今回のテーマは、はい、レザー、うん、ブルゾン、うん、まあ、モテる感じで、うんうん、やっぱりモテるっていうのはさ、はい、前回も愛ちゃんにお話しした通り、うんうん、小綺麗にしてるのが一番いいんですよ。そこは重要ですよね。重要なんです、うん、でどんな女性にも男性にも、うん、お友達にも分かってもらえるようにするには、うん、あんまやりすぎ、やり込んじゃうと、そうそう、分からないですよね、そのレベルがね、どこまでやればいいか。だから事前に綺麗な感じで、うんうん、コーディネートするっていうのがすごい重要になってくるんですね。そうですね。意外と分かるようで分からないから、はい、その小綺麗にするっていうのが、うん、あんまりやりすぎちゃってもね、硬くなっちゃいますよね。やりすぎちゃうと女性ってある程度の線超えちゃうと、うん、この人かっこいいのかっこ悪いのか分からないなってなっちゃうと思うんですよ。あ、なるほど、逆にそうなっちゃうんですね、うん、まあ、それはまあ男性もそうだし、うんうん、あのファッションに興味ない方なんかもそうですけど。なるほど。だからちょうど中ぐらいな感じで、中のちょっと上ぐらいの小綺麗さ、小綺麗さ、このぐらいに行くのが一番おしゃれな人に見えるというところです。あ、じゃあ皆さん今日はいっぱい教えてもらいましょう、元さん。もちろん。もう早速ですけど前にね、はい、あるんですが、今日持ってきたのは、うんうん、エンメティっていうイタリアのブルゾン、あのブランドのブルゾンなんですけども、うんうん、スウェードのタイプと表側のタイプ、うん、表側はこのおしゃれなベージュ、この色のレザージャケットあんま見ないですよね。やはりあのレザージャケットっていうと黒とか、うんうん、あとあってネイビーとか、あ、確かに焦げ茶とか、うんうん、が多いですけど、やっぱこういう薄い色のレザージャケットってやっぱりすごいおしゃれに見えるんですよ。春カラーですね。春カラー、うん、まあ、もちろんあの秋冬に着てもいいですけども、うん、春っぽい雰囲気じゃないですか、うんうん、それに同系色の、うん、ね、こういうボーダー、ボーダーってどうですか、使えます？あの使っていただいていいと思いますよ。使ってもちろん使ってください、皆さん。ボーダーを、ボーダーは、うん、あのボーダーだけ1枚で着ちゃうと、うん、やっぱりあの横ボーダーの場合っていうのはこう太って見えたり、うんうんうん、お腹出てたり見えちゃうんですけども、こうやってやっぱレザージャケットの下なんかに入れたりすると非常にあのコーディネートとしては幅広く使えるアイテムかなと思うんですよね。ああ、これこういうなんかレザージャケットの中にボーダー着るっていうのは結構レベル高くないですか、うん、そんなことない？そう、うん、いや全然そんなことないですよ。そんなことない、すいませんでしたでもこうやってね、あのカラーをまとめるって重要ですもんね。同じ茶系っていうかベージュ系だから茶系でまとめたりとか、うんうんうん、あとは今ここに持ってきてるんですけども、うん、他の色でもういいんですか、まあ、例えば黒、うん、あ、それでもいいんですね、シンプルに、まあ、ちょっとあの男っぽい雰囲気にするんだったらこういう黒なんかを入れたり、やっぱりあのモテるおじさまっていうことで、うん、こういうあの黒でビシッと決めてもいいですね。いいですね、はい、はい、でこれもしボーダーだったらパンツ、武藤さん何履くんですか？パンツはやっぱり同じような同系のこういう、この色綺麗ですね。こういう色、おお、おしゃれ。白じゃないんですけど、うんうんうん、あのオフホワイトみたいな色なんですね、うん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 、でこういう色のパンツを合わせてきて、はい、こう履いたりすると素敵で、靴なんかはこういうブラウン系の靴をこう持ってきたりするとかっこいい、非常にいいと思います。締、はい、まりましたね、はい、もう小綺麗です。どこに着ていくんですか、これは。ちなみにこれはどこでもいいんじゃないですか、あの銀座に買い物に行ったりするのもいいし、うん、全然素敵ですね、あの、うん、どういうところに行っても通用するコーディネートだと思うんですよね、うん、こういうのって素敵です。春のね、春の色の、はい、はい、
だからこれまず一つ、うん、まず一つ で中はこういう今僕着てますけど、はい、こういう色入れたりしても綺麗ですよね、うんうん、なんかこういう色って逆におじさまだからこそ大人っぽく着れますね。まあそうですね、あの若い方が、まあ、着るのも当然似合うと思いますけども、まあ、年を重ねていった人こそこういう綺麗な色っていうのは着てもらいたいですね。そういう人の方が絶対似合うんです。そうですね、あえて爽やかに、ね、爽やかに見せるため、はい、素敵、いいですね、はい、この色のレザージャケットもすごい素敵です。でこちらなんかは、はい、スウェードのロイヤルブルー、はいはい、ああもうねこれも珍しいですよね。これもなかなかない色ですね、うんうんうん、そうですよね。でこれにこういう細ボーダー、ね、びっくりしたんですけど細ボーダーって使えます？パジャマみたいになりません？いや大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫、なんかいい、なんかやらしかったです。やらしかった大丈夫ですよ。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう細ボーダーなんかこう取り入れたりするのも非常にいい。でこれには普通にリジットのブルーデニムなんか合わせてもいいし、あ素敵、今出したこっちのホワイトをこう履いていただいてもいいし、あこういうコーディネートで靴は、うん、へブラックのこういうあえて、はい、スウェードのブラックのこういうスリップを、あなんかやっぱり私あのビバファッションで高田さん稲葉さんとよく、うん、絡ませてもらってるんですけど、こういう時高田さんとか稲葉さんとかは結構近い色を選ぶんですよね。あそうなんですか、はい、ほぼベージュとか、うん、なんかホワイト系とか、ここで黒をポンってやっちゃうんですかね。黒ポンってやっちゃいますね。これはどういった場面で着るスタイルですか？これも同じじゃないですか。やっぱり非常に分かりやすいコーディネートなんで、まあ、こちらにしても、うん、こちらにしても。え、この感じでこれを履いちゃっていいんですか？この、例えばインディゴのこのカラーに、ブラックのこれいいんですか？いいです、いいです。へぇ、履きます、履きますよ。履きます。ありがとうございます、はい、こういう感じでも小綺麗っていうか小綺麗じゃないですか、うん、やっぱり爽やかですね。爽やか綺麗な感じ。うん、こちらだったらどこへ行くシチュエーションですか本さん？これもどこでも行けますよ。どこでも行けます確かにそうですけどテーマテーマ、あーまあディズニーランドとか行きましょうか、じゃあ彼女とディズニーランドとか。ディズニーランドね。はい。でも、武藤さん、ディズニーランドはお酒飲めないんですよ。じゃあ、ディズニーシーンしましょうか。という感じで、こういうふうにまとめていらっしゃるんですけど、もし白いパンツだったら、はい。白いパンツになったら、うん、これで下が白いパンツだったら。こうなったら、富士急ハイランド。なんでですか？なんで富士急ハイランド？なんで富士急ハイランドなんですか？まあディズニーランド使っちゃったんで今。読売ランドでもいいですか？後楽園じゃちょっと寂しいなと思って。なるほど。でもそもそもこのモテるレザージャケットっていうテーマで今回話させていただいてるんですけど、はい、実は撮影してない時に武藤さんにももう一回一度聞いてるんですけど、モテるって何ですかね？あおじさま、モテるおじさま、モテるおじさまっていうのは、うん、やっぱりこの間もお話しした通りに綺麗に見える、うんうん、でバランス、袖丈だったり、うん、パンツの丈だったり、うん、あとは自分のサイズをちゃんと理解して、うん、自分のサイズをちゃんと着ている、うん、で、そういう人が今ご紹介したみたいな感じの、うん、ベーシックなコーディネート、うん、こういうのをしてるっていうのがやっぱりモテる秘訣じゃないですか。そっか。え、どんな方にモテたいですか？ね、誰にでもモテたいですそうなんですね。まあそれは愛ちゃんを含む女性もそうですし、まあ男性、例えば上司の方だったり自分の同僚だったり部下だったり、うん、あとは近所にいる
あのお友達だったり、はい、あ、なるほどね、あの人やっぱりなんかいいかっこいいねってね、あの言われるような感じ。でも武藤さん、なんかモテるっていうことはやっぱりデートとかもプランとかおしゃれなところに連れていくっていうイメージなんですけど、うん、はい、武藤さんどういうところにデートを連れてってくれるんですか、もし行くなら。ディズニーランドですよ。ダメだこれ。でも思うんですけど、やっぱり服装だけかっこよくてもね、うん、そうですね。そうですよね。あと車だけ良くてもね。うん、車だけ良くてもね。うん。うん、お話もね合わないといけないし、デートのね場所もね。うん、でも武藤さんがディズニーランド行こうって言ったら行くと思います。行きますよ。うん。ディズニーランド2なんでね。こう見ても。あ、そう、好きなんですかディズニーランド。好きですよ。本当に？もう走り、まあ今は違うのか。うん、今はあの、携帯でファストパス取るようになったけど、あ、そうなんだ。前はあのファストパスを取るところがあったんですよ、場所が。 ありましたね昔ね。そこは朝から走って取りに行って、はい、走って走るんですか。走りますよ。武藤さん走るイメージないんですけど。でてて、あ、でもなんかそう、おしゃれさんでちゃんとそのディズニーランドだけど計画性があって、はい、そのギャップがあるっていうのがめっちゃかっこいいと思います。私かっこいいと思ってた、はい、いつも武藤さんのインスタとか見るとかっこいい姿しか見れないから、あの今回こういうお話できて本当にギャップが素敵だなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、今回はあのモテるおじさまのレザージャケットというタイトルでやらせていただきました。皆さんまたあの今後もどしどしコメントとかいただければ嬉しいです。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた見てくださいね。ルル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 ル